何やってんだよお前。またお前たちか。お前たちの目にこの池はどう映る？濁ってるのはなぜだと思う？この間お前が自分で言ってたじゃねえか、他人事みたいに考えてるやつばっかじゃ汚れるって。わざわざ俺らに向かってさ。ああその通りだ。浄化をしていると言っていたな。ああ、頼まれてな。だがそれだけでは根本的な解決にはならない。お前たちのやっている浄化は応急処置みたいなものだ。結局現状は何も変わらない。誰にも本当にきれいにすることなんて。なんだお前、なぜ僕の近くに。なのお前たちさえ汚さなければ見られただろう。僕らだってそんな月宿池をずっと見守っていたかったのに。おい、後ろ向いてねえでこっち向いて話せよ。もう僕にこれ以上話すことなんてない。確かにあいつ俺に似てる。今の見ててなんとなくわかった。ねえ、周りとうまく付き合えなくて構ってくれようとする人間跳ねつけたりする態度まんまだなって。まあ相手がそんな態度ばっかだったら普通嫌になるよな。なんか俺と付き合ってくれてありがとう。俺のことを好きになってくれてありがとな。何信じきってんだよ。それだけで信じきれるのか。もうやめてくれ、俺の方が恥ずかしくてどうにかなる。まあ頼む。言ってたな。ああ、ありえるな。水質が悪化して住めなくなったとか。つかそう考えるとカエルって実は結構繊細だったりするのか。え、ああそうか。でももし本当にそうだとしたらちょっとかわいそうだよな。なんだよまた変なところで笑いやがって。何言ってんだよ。つかどっちにしても俺らの自業自得なんだろ。だから別に優しいとかそういう。ったくずりよ。ねえ、まあそうだな。というかもうすでにだいぶ力になってる気もするけど。
だからこそ今日いろいろ話せたんじゃないか。別に俺はお礼言われるようなことしてねえよ。帰ってくれないか。ああ、そのセリフは聞き飽きた。で、今日は何の話すんだ。自分たちから出向いておいてこちらに話題を振るのは違うだろう。なんだかんだ言ってるけど結局割と喋ってんじゃん、お前。僕はそんなつもり。なぜ僕にそんなに構うんだ。優しい。僕は人間になんて。うろたえるってことは図星なんだろ。で、何か必死に言い返したいと考えてる。な、隠しても無駄だ。こいつが言うのならお前は本当に俺に似てるんだろうし、考えてることなんて手に取るようにわかる。本当はそのままこいつの言葉にうなずきたいんだろ。君は本当に優しいんだな。ああ、綺麗な目をしてる。それに言葉もまっすぐだ。最後に一つ聞きたい。君は大切な人を思う気持ちに種族は関係あると思うか？それなら僕は君を信じよう。よかったな。種族が関係ないなら僕の気持ちも聞いてほしい。こいつに惚れるのなら僕にもチャンスはあると思う。おい、ちょっと待て。好きなやつまで似てるというか同じとか言わないよな。だったら君が諦めろ。おい、マジか。冗談言うな。冗談じゃない。どうやら僕は君を好きになってしまったみたいなんだ。待て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 、こいつは俺の彼女だっての。それなら奪い取る。君の彼女だというのなら僕がそれ以上に魅力的になればいいのだから。ふざけんな、渡さねえっつーの。な、何するんだ。話せ。待ってて、僕が必ず振り向かせてみせるから。ちょ、おーってなんだよ。まさかお前本気で